同じ場所から3本枝が出ている場合、切るか切らないか迷いますよね。今日はこちらの実生10年を超えた黒松のお手入れをしていこうかなと思います。また動画の最後には4年前の姿からの経過を載せているので、ぜひ最後まで見ていってください。今回の作業は、ハスカシ、ハキリ、いらない枝の剪定、針金外し、針金かけ、静止の順にやっていこうと思います。それでは早速ハスカシからやっていこうと思います。はい、どうもこんにちは、盆栽パークパルプンテです。挨拶遅れましたが、今回もよろしくお願いします。今回のこの黒松は実生で約12年といったところです。10年超えた頃から幹もだいぶ荒れてきました。後半に載せていますが、4年前と比べるとかなり樹角がアップしていると思います。動画の内容に戻ります。こういった形で間延びしている枝に関しては、古葉を残しておくと、また来年そこに芽を持つ可能性がありますので、葉っぱを落とさずに残しておきます。このように長く伸びたところは残しておいた方がいいと思います。今年も芽切りをしましたが、やはり単葉になっているところと葉が伸びてしまっているところがあるので、葉切りで調整したいと思います。葉っぱをまとめて指で揃えてまっすぐ切ると長さが均一になります。葉切りに関しては形は綺麗になるんですけれども、時間が経つと切った葉先が茶色くなってしまうので、短所もあります。この辺りは夏に芽が弱かったので芽切りしていない部分なので葉がかなり長く伸びています。芽切りの話が出たので以前あげた芽切りの動画を少しだけ載せておきます。それでは過去の芽切りの動画です。芽切りの主な目的は葉っぱを短くすることと芽数を増やすこと、この2つだと思います。実際に芽を切っていこうと思います。芽を切る位置は今年出た芽と去年の葉っぱの境目を切ります。この時気をつけるのは軸を無駄に長く残さないということと水平に切ることです。軸が長く残っていると芽の出が遅くなるのと、斜めに切るのと長く残っているところと短いところで芽の出方が変わってきてしまうからです。こちらの動画は右上のリンクから見ることができます。少し斜めに切れてしまいました。残念。切り口はこのようになります。では本編に戻ります。葉切りの後は不要な芽、いらない枝を剪定していこうと思います。このように3つ芽が出ているところ、二股になるように1つの芽を切っていきます。今回は同じくらいの強さの芽を2つ残しました。枝先がごつくなっています。同じところから3本出ているところがあって、このままにしておくとさらにごつくなってしまうので、枝を落とすことにしました。この時このままですと隙間が空いてしまうんですが、上の方からと下の方からで、芽がありますので、そこで、保管できますので、今回この枝を抜いても問題ないです。切った後に隙間が空きますが、このように上からと下から芽がありますので、ここでカバーできます。
針金をかけて調整していきます。ハスカシが終わった段階でこの状態になります。これから針金を一旦外します。早送りで再生しています。針金を外すとこんな形になりました。こちらの幹も下げたいので太い針金で下げてから細かい枝に針金掛けをしたいと思います。 3.5 ミリの針金で幹を下げようと思います。1本でしっかり効いて下げることができました。次に細かい枝に針金をかけていきます。しっかりと芽を起こせるように先の方までかけます。針金の最後が上向きになるようにかけています。すべてではないですが、必要なところに針金掛けが完了しました。頭が少し重く感じます。頭になる部分の後ろの枝が強いように思います。この枝ですね。この枝が少し強いようです。上から見てみます。この枝が後ろに出ている枝です。今強めなんですけれども、ここで落としたいのですが、まだ元にある芽が弱いので、今回は残しておこうかなと思います。針金で下げても良かったんですけれども、将来的に切ってしまうので横着して、今回はそのまま残しています。
頭の歯を透かしてみました。だいぶマシになったと思います。それでは2020年からの経過を見てみます。だいぶ良くなってきたなと思っています。今は半剣貝のような形なんですけれども、ゆくゆくは模様着のようにしてみても面白いかなと思っています。その場合はこちら後ろの枝も充実させていかないといけないのと、右側の枝も充実させないといけないかなと思っています。こんな感じですね。こういう感じで模様着なんか面白いかなと思っています。それでは最後に今回の作業のビフォーアフターです。まだまだ頭が重い感じがしますが、今回はここで終了にしました。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、またね、バイバイ。